工程の方をご説明させていただきます。先端をやっております。まあ、将来的にいろんな形でですね支援ができればと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。私ものラインがですね、制限ラインが1号、2号、平成15年ぐらいに車関係の方に入りまして、およそ10年近くなりますけれども、綿の方から始まりまして、現在は車が主流になっているというような会社でございます。だからこれが多ければ多いほど大きな綿になって、製品がありますので、これがリサイクルで作ったものです。特に若い人たちの働き発想を取り入れていかないと、歴史が長いだけでは企業が成り立ちません。だからベンチャー関係の方も、ね、多分そういう形で、起業されていると思いますので、そういうところは私たちも学ばなきゃいけないんだなというふうに思いますけどね。現地見る、そして情報はねフェイス2フェイス、現地に行って、現地の話を聞き、肌で感じてくるというのが一番私はいいと思います。乾杯。親睦を深めるといった意味ぐらいかなと思ってたんですけど、非常に個人的にもですねためになる、先を見据えた行動ができるようないい勉強になったと思います。こういう機会もいろんな社長に会える機会っていうのもなかなかないんで、次に生かしたいなと思って、この機会を生かしたいなと思います。ベンチャー企業というのはやはり人的交流、ネットワーク作りというのが大事なので、そういった機会を我々の方でご提供していきたい、そういったチャンスをぜひですね、掴んでいて、利用していただいてですね、いろいろと事業に参加していただければと思います。